これいいじゃん。これを押し出してもいいんじゃないかってすごい思うけどな、個人的には。どうも皆様こんばんは、セゴリタ三世でございます。さあ今日の動画はこちらです。フィリップスの TAA7607 と TAK4607 です。さあフィリップスですよ。電動歯ブラシやシェーバーですよね。で、耳にしたことがあるっていう人も多いかなと思いますが、1891年にオランダで創業した会社。1927年にはラジオの製造を開始。またレコードがね、主流だった時代にコンパクトディスク CD ですよ。僕もね、めちゃくちゃ持ってますけど、その共同開発に関わった企業、またポリグラムというですね、世界的にもめちゃくちゃ有名なレコード会社ですね。そちらの会社も保有しているという大企業です。なので音楽事業だけでもですね、100年近くの歴史があると。そんなフィリップスがですね、新たに作ったのがこちらの商品です。こちらの商品はですね、セーフティーライトに骨伝導マイク。こちらはお子さん、女性などですね、頭が小さい方にもですね、調整することができるアジャスター付きモデルになっています。どれくらい使えるものなのかご依頼いただきました。まだ開けてもいませんよ。何言ってもいいということなんで、これから皆さんまた一緒に見ていきたいと思います。というわけで行っていきましょう。はい、というわけでこちらがですね、フィリップスの骨伝導イヤホン TAA7607。 こちらがですね TAK4607 です。そうしましたらですね、こちらから開けていきましょうかね。タラーン、出ましたよ。ということでこれは本体なんで後で詳しく見るとして、入ってたのは持ち運びに便利なポーチ、各種書類一式、それと耳栓、 USB-A、USB-C のケーブルも入ってました。で、こちらが本体になるわけです。今骨伝導っていろいろ出てますけど、めちゃくちゃ小型ですねこれ。頭の小さいですね女性とか、あとはお子さんにもねぴったり使えそう。こんな感じでですね、長さをビシッと調整することができます。で、右側にですね、ボリュームのプラスマイナスとか充電スペースですかねがしっかり入っている。左側はですね、特に何もないというような感じになっていますね。ほんでもう一個がこちら、付属品は同じですかね。書類とか耳栓とかも同じなんですけど、充電ケーブルはね、これ専用になってますね。個人的には USB-C の方が良かったかな。これなくしたらアウトな感じありますね。ほんで、こちらが本体になるわけです。先ほどはね、非常にコンパクトに感じましたけれども、こちらはね、その分ですね、大きく感じますね。右の下側ですね、ね、電源ボタンに充電する場所ですね。で、上側にですね、ボリューム、プラスマイナスがあると。反対左側は特に何もなってないのかなっていうところですね。特徴的なのがね、この後ろの部分ですよ。ここがですね、ババンと光るということになるので、それもね、いろいろ確認していきたいなっていうところですね。 TAA7607 は骨伝導であることはもちろん、 P66 準拠の防水防塵性能により砂やホコリ、大雨の中でも安心して使用することができます。さらに夜間のランニングなど薄暗い場面でも安全に使えて、アプリでも操作可能な LED セーフティーライト、9時間再生可能で15分で1時間使える急速充電にも対応しています。他にも骨伝導マイクと AI マイクのユニークな組み合わせによってクリアな声も届けられる、軽い装着感、2台同時接続可能なマルチポイントにも対応していますよ。また TAK4607 はアジャスター搭載で4歳から使用可能、性別問わず幅広い層にフィットします。他にも内蔵マイクや IPX5 の防水性能、 29g と軽量にもかかわらず5時間再生可能、もちろんアプリも使えますよ。とまあ説明はそんな感じ。本当に使えるのか実際に試していきたいと思います。はい、じゃあつけていきましょう。どんな感じなんでしょうか。まずこちらがですね、 TAK4607 です。めちゃくちゃちっちゃいですね。今最大伸ばしてますけど、もうかなり後ろまで来てるなっていう感じで、こう上にすると当たるなっていう。説明の通りですね、お子さんとか頭の小さい女性とかにはね、合うのかなっていうふうには思います。そしてこちらが TAA7607、 こちらの方はですね、すごく余裕があっていい感じですよ。全然ね、しっかりね、ピタッとしてるなっていうふうには感じます。アプリと接続するとこんな感じの画面になります。まずこちらがですね、 TAK4607
のですね、バッテリー残量が分かっていて、イヤープラグサウンドモード、これはですね耳栓をつけて使うと違うというものらしいんですよ。結構ありますけどね、骨伝導で耳栓ついてるやつ使ってるですね。デシベル数ですねとか視聴時間とかかな、そういったものも平均として出せるっていうことですね。自動の電源オンオフですね、30分とか6時間とか、まあ、バッテリーセーフですよね、そちらがいけんのと、音量制限です、プレイタイム制限ですね、お子さんとかですかねが使う時にはちょっと制限をかけるっていうことなのかな。あとは製品情報としてですね、モデル名であるとかリセットとかですね、ソフトウェアの更新とかもあります。クイックスタートガイドですね、使い方もバーっと鋭利でね分かりやすくなってます。でもう一個こちらがですね TAA7607 ですね、バッテリー残量出てて変わらずですね、イヤープラグサウンドモード、あと骨伝導マイクですね、環境音や風切り音が起きて相手の声がよく聞こえない場合はですね、これをオンにすればいいということです。ランニングライト、これですね安全に使えるというものですけど、これが光るんだってよ。ああついた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 、ちょっとね明るい場所だと分かりにくいけど、ちょ暗いところで使うとこんな感じですよ。これぐらい明るい方がね夜間のランニングとかは安全ですね。音楽の再生停止とかはね、ここですね、このボタンでいけるっていう風になってますね。へえ。そしたらまずはですね TAK4607 から聞いていきます。各種ね声とかですね、いろんな音鳴ってるなっつうのはすごくわかります。ただどうしてもね骨伝導なんで低域が響きにくいっすね。これはもう永遠のテーマですよ。しっかりクリアに音が聞こえてるっていうよりは安全だね、安全に聞こえてるなっていう風には感じます。耳も塞がないんで外耳炎とかの心配もないしね。イヤープラグモード耳栓ですね、ちょっとこれ使ってみようか。こっちの方が楽しいわ。低域がねしっかり聞こえるようになるんで、ほぼほぼイヤホンのバランスと同じぐらい聞けるかな。コスパ的にはいいよね。1台で2通りの楽しみ方があるのはすごくいいなっていう風には思いましたね。そしたらじゃあ TAA の方だね、ちょっと聞いてみよっか。こっちの方がね音は全然いいわ。僕がメインでガンガン使うって絶対こっちにすると思います。それぐらい装着感としてすごくいいね。そしたらこっちもじゃあイヤープラグサウンドモードで聞いてみよっか。これいいじゃん。カナル型ほど響くかつそうじゃないけど、でもカナル型一歩手前ぐらいかな。これを押し出してもいいんじゃないかってすごい思うけどな、個人的には。はい、今ですね騒がしい状況を作ってですね、今しんくんと電話で喋ってます。聞こえる？ OK 了解。じゃあちょっと骨伝導マイク入れます。よいしょ。マジそうなんだ。了解、ありがとうありがとう。パパーとかプップーとかっていう音がですね一切聞こえなくなるみたいです。この TAA7607 は結構画期的だね。まあもちろんこっちのねちっちゃいものもこうお子さんに使えたりとか安全に使われたりとかするんだけど、 TAA7607 かなり刺さってます。そしたらじゃあこれしばらく使い続けてみてどんな感じなのか、またまとめていっていきたいと思います。今回はフィリップスの骨伝導イヤホンご紹介しました。いいところ残念なところをまとめていっていくと、両方とも音は全然聞こえます。 TAK よりね TAA の方がやっぱ音はいいなっていう風には感じるんですけど、こっちでもね全然問題ないかなっていう風に使っていて思いました。まあ、より音質を求める場合は TAA の方がいいかなっていう風には思うんですけど、個人的には両方使っていてもねすごく安全ですよ。走っていても周りの音をめちゃくちゃ聞こえるし、特にね TAA だね、これは風切りとかも入ってるからやっぱグレードはすごく高いからね、両方ともね速圧もまずまず、まあ、こっちはね僕が使うとやっぱちょっと痛いなっていうのはあるけど、 TAA だったら全然問題ないなっていう風に感じました。しかも安全、まあ、ライトはねめちゃくちゃ強いわけじゃないんですよ。ふわっと光ってるっていう表現が正しいんで、でも安全ですよ。ないよりはもう全然あった方がいいなっていう風には感じます。あと TAK もねちっちゃいんだけど僕でも使えました。走ってみてね意外とこの辺大丈夫だなっていう風には感じるんで、なるべく小さくしたいんだっていう人はこっちでも全然いいかな。でも重さもね本当に感じないし、使っていてすごく快適だなっていう風には思いました。でそうね、まああえて残念なところを言っていくと、 TAA は充電ケーブルが特殊、USB-C の方がいいかなっていう風にはちょっと思いましたね。ケーブルなくしちゃった、忘れちゃった、断線しちゃったっていう時に、うわマジかっ
ていうショックがあるから、僕は USB-C の方がね、こういうものは絶対いいかなっていうふうに思いますね。TAK は再生時間がちょっと短い。どうしてもちっちゃいからね、ものすごい長く使うっていうのは想定してないのかもしんないけど、まあもう気持ち長いとね、嬉しいかなっていうふうには思いましたかね。でもそんなもんで、うちのね、妻と娘も使ってみましたけどね、全然楽しそうだったし、フィリップスのね、イメージがちょっと変わったかな。今までやっぱ電気シェーバーとかね、そういったイメージが強かったけど、やっぱ音もできるんだっていうのを改めて分かって、個人的にはすごく楽しかったです。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んで見に行ってみてくださいね。それとこの動画が面白いと思った方は高評価、ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてください。それではまた明日、チャオ。